光と闇、秩序と混沌、そして剣と魔法の入り混じる世界があった。伝説的な英雄と世紀末的な怪物が激しくぶつかり合う世界。今まさに世界の攻防は彼ら選ばれた者たちの手に委ねられようとしていた。だがそんな英雄物語は彼らに任せておけばよいのだ。世界の大半の人間には英雄も怪物も関係ない。自分たちにできることをやり、今日を平和に生きることができれば、皆それで満足なのだから。よくお聞きなさい。あなたの今までの成績はアカデミー創立以来過去最低よ。あなたもよくわかっているでしょうけど、このままではあなたは卒業できないわ。そこであなたには特別な試験を行います。まるまるあなたに5年という時間と店を一軒、それからわずかですが銀貨を与えます。5年後に何か一つあなたの作った作品を持っていらっしゃる。それを見て能力を判断します。評価に値するものなら卒業を認めます。でも、もしつまらないものを持ってきたときは、分かっているわね。
キッズ。Thank you.